はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。こちらのバレンタイン記念女の子キャラピックアップガチャですね。もうめっちゃテンションが上がる、内容になっておりますけれども、ガチャの内容はですね、バレンタインキャラのホムラちゃんとミオちゃんとチーちゃんが、限定キャラとしてピックアップに上ってますと。でこちらの3キャラは通常バージョンの、イベントに加えて、バレンタイン時のね、あのイベントが追加されているものになっておりますので、単純にね、上位互換といったものになってます。でさらにバレンタインイベントって彼女キャラも発生するじゃないですか。あのこれ被るんで、あの被るっていうか、なんていうの、両方発生するんで、特にそのイベントを圧迫するわけではないので、かなりね、有料な内容になってると思います。で今回のガチャは特にですね、ホムラちゃんを持ってない人、通常バージョンの、ホムラちゃんを持っていない人にとっては、かなりねチャンスがあるガチャだと思います。こちらのねバレンタインホムラちゃんが、出現率アップしているのと同時に、通常のね女の子キャラも出現率がアップしているので、通常のねホムラちゃんも、出やすくはなっておりますので、ぜひねあのホムラちゃん持ってない方はこれはかなりチャンスだと思いますので、石に余裕があればぜひ引いていただきたいと思います。じゃあガチャの内容を確認していきますと、まず初回10連がパワーストーン170個で引けて、3キャラのうち PR 以上が1枚確定で、 SR は出現率2倍と。で20連目が、パワーストーン220個で引けて、3キャラのうち PR 以上が1枚確定で、 SR の出現率は2倍と。でさらに30連目になりますと、この3キャラのうち SR 以上が、1枚確定というような内容になっておりますので、今回はねあの30連は引いていきましょうというところになってます。ではガチャの画面に行きまして、で自分の動画だとね恒例は恒例なんですけれども、まずはチケットの方から見ていきましょう。R が1枚、 PR が3枚、 SR が1枚ですね。で前回だか前々回だかの、ガチャ動画の時に、コメントでもらったんですけれども、パワープロ2016との連動忘れてましたみたいなのがあって、ああよかったよかったっていう感じなんですけれども、このね SR ガチャチケットも、今パワープロ2016との連動キャンペーンで黒金商業が配信になったじゃないですか、サクスペで。それの連動イベントやってます。で SR ガチャチケット1枚もらえるので、パワープロ2016を持ってる人で、まだちょっとね連動をしていないという方がいらっしゃったら、ぜひねあの連動してください。 SR ガチャチケット1枚もらえるんで一応言っておきましょうというところですね。じゃあまずは R ガチャから引いていきます。これも1枚しかないんで、もうさささっと、特に何にも期待することはなく、ポンと。お、滝本いいね。滝本くんはね、ただ最近そんなに頻繁には使ってないんですよね。体力とねイベント数の多さがちょっとネックなんで、コツはねすごい優秀なんですけれども、じゃあ PR の3枚ですね。PR は上限解放用を目指して。お、滝本滝本くん今回よく出るね。で木村ちゃんはね SR を持ってないんで、 PR のね木村ちゃん結構溜まってきてるんですよね。じゃあ SR ガチャチケットも普通に行きましょう。最近はね結構多いからね、 SR を手に入れられる機会が。サクステはすごいっすよね、結構手に入りますよね SR キャラ。河本くんは初めてですね。河本くんはなんか前々回とかがなんかパワチャレのイベントであったんで、別に SR は狙いに行かなかったんですけど、 PR がちょっと余ってる感じかな。後で見てみましょう。じゃあこちらのバレンタイン記念の10連をいきます。ガチャルト、おグッグッグッポーン、ほいきたー、いいねー。3枚目じゃなくて1枚目のところに虹玉が入ってないんで、これは通常キャラになる可能性がありますね。さて
おお、縦西くんが、縦西くん何枚目2枚目だったかな、まだゆかり様だ、ゆかり様、ゆかり様もね、SR 欲しいんだけどね、黒金でね、やっぱりゆかり様強いですよね。前回の通常のサクセス投手で、上げたんですけれども、まあかなり強い、まあ、自分の中ではね自分の中ではかなり強い投手ができたんで、ゆかり様自分で持ってればな、もう少しフレンド枠で幅が広がるんで、フレンドさんからね、変化球キャラをねやっぱり借りたいんですよね。でそうするとやっぱりゆかり様を自分で用意しないといけないっていうのがあるんですけれども、じゃあ20連目いきましょう。ガチャル、お、虹が来ましたね、虹が、グッグッグッポン、キラーンがないね。毎回これ虹が出るとさ、キラーンがないよね。まあでも全然いいでしょうでまた同じ位置にあるね。まあバレンタイン小村ちゃん、あ、アンヌの PR が出たな、いいねいいね。これはスッスじゃなくて鈴本くん、鈴本もな、まあまず鈴本くんは金徳がね確定じゃないっていうところがネックですよね。しかもイベントが長いっていう、イベント数4回あって確定じゃないっていうのはねちょっと痛いですよね。コツがね、あと多いのはまあプラスにもマイナスにもなるんですけれども、クイックとかのねコツを持ってるんで、コツキャラとしてはなかなかいいと思います。じゃあ、30連目引いていきましょう。これはあの3キャラのうち1人は出るので、まあ毎回毎回 SR が1枚入ってたんで、今回も結構いいですね、内容としては。爆死はしてないっす。これでおお、ミオちゃん、ミオちゃんはねそもそも持ってないんで SR で、まあミオちゃんはねアーチストで、アーチストは確定じゃないんですけれども、自前でね自分アーチストが滝本くんしかいないので、まあこれは嬉しいかな、筋力キャラミオちゃんで。ちなみにさ、ミオちゃんとかってさ、SG の限定ルートで特攻キャラになってるじゃないですか。これってさ、バレンタインバージョンでもさ特攻になるのかな。バレンタインバージョンで特攻だったら結構嬉しいな。まあそこは確認してみないとなんともあれなんですけれども、あ、じゃあ最後にタンガちゃんも1回引きますか一応パワーストーン17個で引けて、R 以上が1枚出るんで、まあせっかくなんで引いちゃいましょう。これはポンだな、ポン。よし、 OK と。で、またちょっとだけ見ていくと、あ、そうそうそう、バレンタインのね、まあ、スペシャルウィークということで、今回はユニフォームの小筆ちゃんが報酬で出てますと。で SR が一応3000位まで、取れるような感じになってるんで、まあ、めっちゃね拡大してるんで、今回は普通に、3000位は狙っていこうと思います。で前回のね眉村がね、まあ、拡大していたとはいえめっちゃくちゃきつかったっすよね。でまあ小筆ちゃんはね3000なんで、まあ多分なかなかラインは上がってくるとは思うんですけれども、一応彼女キャラ自分はせっちゃんしか持ってないんで、まあ小筆ちゃんは狙いに行こうかなと思ってます。ただね、小筆ちゃんをそんなに頻繁に使うかって言われたら、やっぱちょっと小筆ちゃんはね彼女キャラの中ではちょっときついところがあるんで、まあどうかなというところはありますけれども、まあ頑張っていきたいと思います。というようなところで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。で今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとね、あのパスポートを見て確認してみました。でそうするとあのこんな感じになってましたね。